じゃないの多分、うん、<ん>はいはいえー、ちょっとねツイキャスのあれがあれであのー、まあその外交のね外交の中で、はいえー、トランプさんが真にっていうかさアピールしたのはうん、うん、その北朝鮮問題でええー まあ日本もね、はい、あの国を守るための国防としてアメリカから武器を買ってくれとあはいありましたねその、うん、まあ貿易に関する、まあ、自動車とかそういったのもあるけどその中で北朝鮮問題をもと、えー、に、うん、あのアメリカの飛行機とか武器を買ってくれっていうそういうのがあの裏の。 メッセージとしてね。うんうんうん,、うん、うん。あっただろうっていうことをまあこれは間違いないと思うね。うんなんか特に弾道ミサイルとかなんかそういうのはうんそれのあのー、要は、えー、パパック3もそうだけど、うん、ロケットを撃ち落とすねあのー、ロケット。うん,うんうんうん。うんそまあそれもアメリカから買ってくれとかね。うん。ね持ってねあのー、アメリカってすごいらしいんだよ。うん,う,んうん。あのー、今回トランプ大統領来たじゃん。はい。 でエアフォースバンていうねあのもうすごい、えー、性能を持った飛行機で来ているんだけど中はあの知ってる人に話によるとものすごいこう会議場があったりとか飛行機の中はもう会議場があったり、うんえー、トランプ大統領の部屋があったり寝室があったり、うん、寝室のベッドはもうキングサイズ以上のすごいでかいあのベッドで。 あの快適なあの空の旅ができるうん最高だねだから政府関係者とかその報道陣近い報道陣うん、うん、報道陣関係のはもう飛行機の後ろ側のもう普通の感じらしいんだけど快適じゃないわけそんなにうん、うん、それ以外のところはもうすごくシャワー割りもう何割り会議室があって会議室も大,大小ねいくつあって。 あっていいじゃんそう,そういうもうあの作りになってるらしいからさ<ー>でまたエアフォースワンがこう日本に来たじゃない、うん、あの横田基地についてでまああの横田の米軍関係とかね軍人さん、えー、自衛隊の人にもうん、うん、あのメッセージ伝えて、うん、でそこから、えー、あれはマリ,、えー、マリンワンじゃないマリン なんとかっていう,こうヘリコプターでね、うん、あの直接ゴルフ場まで行ってこういうあの機材もものすごい機材積んで人もそうだけど来てるわけよ見た、テレビであのトランプ大統領がえ移動するあの車とかさものすごいこの防弾されてるあそれは見てない車、うん、ああいうのも全部持ってきてるわけさ。 飛行機でアカアメリカからもう飛行機とか船とかいろんなので。えー、で、しかもそれだけじゃなくて。うん、あのエアフォースワンの予備機。あれ二機、二機で飛んでいくわけだいたい。うん、で、ええー、周りをあのジェット機で、あのー。 護衛しながらさどの飛行機に同じのが2機飛んでくるからどこに大統領が乗ってるかわかんないわけよトップシークレットで同じのが飛んでくるから万が一のための予備機だわけそれだけじゃなくてそのエアフォースワンが故障した場合とかタイヤがパンクした場合とかいろんなのが想定されるでしょ 予備のこの設備整備用の機械とかパーツ、うん、これも全部送られてきてるみたいよはあ<ー>マジですか指令、うんあのー、が同級生がカ手ナ,ナ基地に働いてて嘉手基地にうんだ日本にこう来てる間、まあ、この日本から韓国だからもうこの周辺だからうん、うん、う沖縄からパンって行けるわけです,すぐ、うん、ここにあの <coughs> その整備整備のチームとかね、うん、そういう人たちがものすごい人が来てるって機材も設備用品のあの替えのパンあのタイヤとかさあんなのも全部来てるんだし今質問<ー>とかね予備が聞くようにとかだからすごいあの機材にしても人にしても、うん、そういう車にしてもものすごい あの数が来てるわけ日本だけじゃなくてね沖縄にも来てるしねそう高松マリーさん、こんばんは。お疲れ様です、お仕事。核のボタンもね常に持ってられてる高松マリーさん、結構見てる女性のねあの人が持ってたよ。いつもトランプさんの近くにいるわけ。そののボタン持ってるいつでも核発射できるように。 いやこれそうだよもう常にアメリカ国内でもどこを移動するにしても、うん、必ずあのトランプさんの近くにそういう人がいるわけあやっぱ間違えどうしちゃったってことないのこれ,そ,れはないそんなやわ<そ>くはない <laughs> そんな大丈夫。ないと思うけど <laughs> まあねに持ってるってまあでもそれに近い状態であのー